G1 メソッドのスイングが初めて体系化され本になりました。これまで YouTube で紹介してきたさまざまなメソッドがこの本に詰まっています。 99% の日本人ゴルファーが残念ながら間違ったスイングをしています。この本を読んで皆さんも世界標準のスイングを身につけましょう。このスイングを身につければスコアが20縮まり飛距離が50ヤードアップします。ぜひこの本を手に取って G1 メソッドのスイングを体感してみてください。中心線まで絞り込む。中心線まで絞り込む。この時に胸の面を右に向けたまま行う。これ見てください。足は踏み込んで、足、腰は踏み込んで、腰はこう入ります。右腰入っている。上半身はこんなに後ろに行く。上としてのギャップを作りながら、重心の落下と右肘を絞り込む。これを毎日やってください、これ。あのね、こういう動きってないんですよ。やらないでしょ、普段。だから野球のピッチャーでもこうトレーナーに肘こうに引っ張ってもらって、それをもう毎日繰り返すぐらい肘のこう動きっていうのは大事なんですよ。じゃないとトップからいきなりこう振ってしまいますから、振っちゃうんですよ。だから今の動きね、胸の面を右に向けて落下を感じながら右肘を絞り込む。左の腰が連動して動いて胸の面は右、1、2、なんとなくこのフェースの裏面で地面をポンポンポンって叩く。その時にシャフトの角度は目標の45度右向いてます。胸開かない。1、2、落としたら、はい、ちょっと、はい、こうすると胸の面とシャフトの傾きは一緒です。はい、そしたらグリップ持ってみてください。左手でこうグリップ持ってみてください。右手を引き寄せてください。引き寄せてください。これが第一の入れ替えです。第一局面です。第二局面見てくださいね。これ今左肘の方が高いです。右肘の方が低いです。これを第二の入れ替えで左肘をこう下げることによって平行になります。両肘が平行。シャフトは膝元近く、肩のラインと平行です。フェース面見てください。フェース面右向いてます。これが接線より右向いてるの。接線というのはこういう向きです。12時の方向に向かって円軌道とこのクラブフェースの角度が交わりますけど、それよりさらに右向いてます。だから正直言ってこれが 真正面向いてる。今度は右肘はこんな絞り込まれてる。グリップの位置は左腰の前です。このハンドファースト、ここからですよ。皆さん見ててね。僕第2局面からハの字の左が第3局面に行くときに黄色つくんですよ。つきますか皆さん。つきますか。芝削れますか。薄く削れますか。薄く削れますか。で、第2局面から第3局面に行くとき、この両肘が揃ったらフォローでも揃ってください。手を前出したらダメ。くっついたまま、体にくっついたまま、うん、そう、くっついたまま、くっついたまま、はい、くっついたまま。必ず足のど真ん中、足のど真ん中をすっててください。それで見て見て、皆さん見て、第2局面に来た時にこのシャフトが体から離れないで、これボールに対してヘッド持っていくとダメです。左手だったらこんな近く落とすから。実際のボールの位置がここだとしたら、仮想の左手のヒットはここです。ここの位置、つま先のラインから15センチ先をこう落としてるから、こう、それでヘッド前出さないです。こう、これです。これ、これ。だけど、これ見て、シャフトを太ももにつけてても回転するとヘッドって膨らむんです。前に行くんです。前に行くのを信じてやってるんです。
自分から振っちゃうと実際にはボールの外側振ることになります。それを右手で合わせてこう。バックスイン、胸右向けてコマネチライン、そう、そのコマネチラインが抜けないように肩開かないで両膝正面向けて、そう、はい、それからターン、そう、その後は胸右向いちゃっていいです。もう一回コマネチ、両膝向いて、そう、胸が少し腰の回転に遅れるんだ。もう一回お願いします。バックスイン、はい、下半身から胸開かないで、そう、そこからターン、そうそうそう、少し遅れてくるように、これが正しいフットワークです。バックスイン、ね、右足のかかとの内側に乗ってます。グッ、この時にこういう方なんです。コマネチラインにはまったら、これはまったまま両膝を正面に戻す。両膝を正面に、はまったままですよ。抜けちゃダメ。はまったまま両膝が正面向く。そして今度こっち、こっちです。左斜め後方に脇腹を切っていく。そうすると少し真ん中で沈んで、こういう形になりますよね。これが正しいことだ。ダブルスの時のここの三角形を崩さないで、胸の回転と同調させます。肘でつって構えて、そう。そう。で、インパクトの時に点にならないように気をつけます。ヒールから2に、最終的には2の右上に乗せるような感じで振ってきます。そう、うまい。ここ見てて。この感覚ですよね。これがみんな崩れちゃうし、こうじゃない。左腰刺してこう。少し手がこう中入ってくる。肘でつってそう。はい、素晴らしいです。左手1本の取りです。これは絶対超ハンドファーストです。で、裏面で沈む感覚ね、はい、沈んで、そう、2アクション使って、ちょっと素振りしてみて、極端に2アクションしてみて、剣棒、はい、そう、これ見てください。ほら、そう、クッション入ってる。そう、裏面が落ちるときに、真下に落ちるときに回転、そう、そうするとハンドファーストがキープできる。もう一回、はい、じゃあ打ってください。これ裏面できないと絶対にこれできないです、左手は。素晴らしいです。さっき僕が教えたラメンダン、ふわーってやってみて、ふわー、そう、ふわーって自分沈む、そう、クラブ落ちそうになったら、はい、ターン、自分もしゃがむ、クラブの重さで、そうそうそう、シャフトの内側離す、え、ターン、はい、打ってみて、この裏面感じると右側でスイングしますから、素晴らしいです。バックスイン、今日裏面ダン覚えました。バックスイン、そう、そこでクラブ落ちそうなタイミングで回転、ほら、これだとハンマー投げのイメージです。はい、打ちましょう。今までね、上体強くてね、あそこに落ちなかったね。素晴らしいです。バックスイン、裏面ダウン、下半身のリードです。そう、1-2-3です。はい、素晴らしいです。ナイスショーです。言っちゃっていいですか、ちょっとシャンクね、ずっと止まらなかったですもんね。初日もひどかったですよね。もう一発で治っちゃいました。もう一回どうぞ。さあ、胸開かないで、はい、そうです。皆さん上手くなっちゃった。おい、柔らかい。絶対出なかったのに。ヒロさんね、裏面バンカーを覚えて簡単に出るようになりました。裏面で地面をパーンってはたく感じ。はい、じゃあもう一回いきましょう。すごい打ち込んでたんですよ。裏面でこれパーンってこの落ちる感覚ね。こんな柔らかく出るの、どうです？いや、こんな柔らかく出たことありません。そうですか、ね、今までバンカーでひどい目にもう散々ありました、ね、裏面でパーンって地面パーンって落ちそうな時に回転するんですね。ありがとうございます。はい、ヒロさんですけれども、ちょっと回転のイメージがね、足りないんですよね。そういう時に前側を意識して回転するとどうしても体って止まります。回転、僕は背中に腰に手を当てて回しますよね。背中側をしっかりこう回すように、ずーっとこう止まんないです。くるっと、そうやってみて、背中に、そう、
そう。そう。はい、フィニッシュ、そっからフィニッシュ、はい。フィニッシュ、はい、そう、こういうふうに向かう。で、これに、ただ、肩の下に手がぶら下がってるだけですから、そうすると、こんなイメージになります。手でダラーンとして、背中だけで。やってみて。手でダラーンとして、この感覚を、これが広がらないの。いつもこの感覚を、はい、ダラーンと、背中で、はい、ビューンと。ほら、広がってません？アマチュアの皆さんやるとね、こうやって広がるんですよ、手が。僕の見てて。ずっと一緒でしょ、感覚が。やってみて。今、いいとこまで来てるよ。いいとこまで来てるよ。はい、背中ねじって、はい。ヒュッて。そう、もう一回。肘から先、柔らかく。はい。ヒュッて。ほら、できてきた。もう一回。ただ、こう、背中を意識すると回転しやすいですから、皆さん、参考にしてください。背中越しトレーニングですね、前なら。軽くやし。はい。今、ここね。ここ。で、こういうイメージ。今、意識をこの辺に置いといてください。で、何か持ってるものを、で肩甲骨がこの下入ったタイミングでこう上げて、入ってます。そこ見たまま、はい。そう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 、もう一回。こっち見たまま、はい。よいしょ、このタイミングだ。一回こっち見ちゃいます。このね、自分の背中越しこっちだから、ここに対して。ぐるんと回って肩甲骨があの下入ったタイミングでこう見るようになると軸回転ができます。はい、皆さんこんにちは、ゴールドアンゴルスクールの板橋です。今サーファーズ近郊のレイクランズゴルフクラブに来ております。中心街から10分ぐらいです。非常に綺麗なね、ジャック・ニクラウスが作った名門コースです。実は、来年1月よりこちらを使えることになりましたね。10月で、ゲインズボロの方は、一旦閉めさせていただきます。とてもね、戦略性のあるとてもいいコースです。チャンピオンコースですよ。でドライビングレンジも非常に綺麗です。皆さんここでね、ゴールドワンのレッスン有意義なものにしていきましょう。10月より募集開始いたしますので、どしどし、お待ちしております。皆さんこんにちは。ゴールドワンゴルフスクールコーチの渡辺翔です。次年度から始まるレイクランズゴルフキャンプ、板橋代表と一緒に指導させていただきます。習うと一瞬で変わるゴールドワン理論を分かりやすく丁寧に指導していきたいと思います。板橋渡辺で G1 キャンプを盛り上げていきます。板橋マジックで皆さんを変えてみせますよ。それでは皆さんのお越しをお待ちしております。